さて戻ってきたぞ。話を始める前によくやった話をできた。今後何か必要なものがあったら俺のとこ来いよな。 UV ライトのリモコンだ。ボランダイルに遭遇した UV はその頭に当てるかトラップで誘導するんだ。うん、トラップこのリモコンでコントロールできるリモコン爆弾ってことで話なんだが、お前の活躍を虚しく、ブレッケンのミッションは失敗に終わった。ブレッケンは無事か？あ、生きてるさ。でもすぐにタワーに向かって戻ってくれ。ジェイドが偵察署を収集した。お前も含めてだ。服受け取ってもね。FPS だから自分の服見えないからね。特に変える必要ないかなって感じになっちゃうね。オンライン協力プレイしたらまあ別のプレイヤーから見えるんだろうけど。もっと連絡。Crane here. Report. 報告。タワーのリーダーと間もなく面会できそうだ。正体を確認したらすぐに報告してくれ。なんで通信中空が青ざめるんでしょうか。不思議。でその後に戻るってことか。なんだ。そういうことか。ブレッケンのミッションは失敗に終わったようだ。ジェイドがタワーに仲間を収集した。ついにブレッケンの正体を確認できるチャンスがやってきた。ここのボスらしいね。ブレッケンとランナーたちが投下物資を取りに行ってたの。みんなバイターにやられて、ブレッケンもライスの手下に襲われてあげく物資を奪われたのよ。バイターってなんすか。ブレッケンは次の投下物を探しに行くと言ってるけど、とても許可できない。一緒に説得していい？うん。まともに歩くことすらできないさ。死んでほしくないのよバカーン。さあ入るわよ。落ち着いて。向こうは結構荒れてますけど。ブレッケンとレナ、あんたからも言ってやってプンスカー。ジェイド、そいつはクレインだ。カイル・クレインだ。ブレッケン、何があっても絶対外へ行ってはダメ。別の方法を考えるからね、クレイン。あ、俺が行くよ。ええ、そういうクレインよ。彼なら行けるわ。ええー、すごい流れだ。悪く問わないでほしいが、お前は無知すぎる。そうだよ、知らないよ、プレイヤーも。クレインならできるわ。私も指示を出すから。それにレナーの言う通り、あなたはここでタワーを守らないと。世界はまだ終わってないって信じさせて。仕方ない。じゃあライスに泣きつく前にもう一回試すか。いいだろう、行ってくれ。握手。ギュッ。幸運は？ジェイド、ちょっといいか。強引すぎない？ちょっと。コルドラに向かってすぐ連絡する。ジェイドさん、めっちゃ指示すごいな。他でも話したいことがあるの。ブレッキンがひどい怪我をしたの。周囲には言いたくないみたいだけど、状況は深刻よ。頭に重傷を負ったの。今は発作に苦しんでるけど、ローラートラックスがもうないの。誰も持てないだろうな、抑制剤は。感染が昼間始めた時に大量に配られていたからな。数週間前には店の在庫もつけたはずだ。なんで知ってるの？まあそれは相当しない。俺は何をすればいい？ガジという男の名前がいるわ。少し変わってる人なんだけど、母親が転換を患っていたから抑制剤を 毎月もらっていたの。2年前その母親は亡くなったのだけど、抑制剤をもらい続けていたのよ。それが日課だったし、彼はとても頑固なの。だから薬局側も与え続けたのね。ずっと抑制剤を溜め込んでると思うか。そこ以外に抑制剤のありそうな場所がもうないのよ。ガジは陸橋の下に住んでるわ。母親の死に触れてはダメよ。理解できないだろうから。
まあ誰も確認も全部主人公がやれと。でこの新しいクエストはサブクエストっぽいね。どうでもではないらしいけど、まあやったらお金とかいっぱいもらえるしって感じだね。でジェイド的にはボスには無理をしてほしくないと。にしても何でもかんでもこっちに振るのやめて、ちょっと新参者ですよ私は。ほとんどのランナーが負傷している今、フレッケンは俺たちが偵察署に代打を指示している。早速日没直前に投下予定の次の物資を取りに行く。ジェイドがコツを教えてくれるらしいから悪くはないな。この悪くはないなってこうちょっとあわよくばグヘヘっていうのもちょっと入ってたりして。おー、このサイドクエストもやるべきかどうしよう。難易度普通ってあたりがね、ちょっとね私的には超絶難しいと思う。妖芸の普通って普通じゃないもん、むしろハードだもん。ちょっと置いとこうかな。さてコンタクト、いつものようにコンタクト。ポチ。クレーン here。 報告しらい。タワーのボスはブレッケンという人物だが、彼は我々が探している男ではない。他に考えられるのは自称派閥リーダーのライスと名乗る男、地元の人間だ。奴はアンティジンを食べ込んでかなりの高値で売ってる。投下物資からアンティジンを入手する任務を遂行する。もし失敗したら他の手段を考えなければならない。よくやったクレイン、順調だな。ミッションを続行して我々に考える時間を稼いでくれ。アンティジンを入手したら必ず報告するように。なんで通信中は画面が青くなるのか、おどろおどろしいね。で投下物資を探す。ん、物資、ん、ん、マップに、あ、あったあったあった。遠いですねこれは、だいぶ遠いね。うわーおわーおーってなっちゃう。ファストトラベルってないのかな。それっぽいのが見当たらないね。自分で走っていけってことだね。この辺りを探せよ。序盤と思えない初めてのお使いの距離がめちゃくちゃ遠いよ。さすが妖芸ハードだ。ハードですわ。ぴょんぴょん、よいしょ。特にゾンビと戦うメリットもあんまりないしね。ちょっとお金は落とすけど本当にちょっとだしね。生存者が死亡、ん、唐突に言われましても、ん、おっと、こらこら、どいたどいた。なんかさっき右上のミニマップで青いのがピコンピコンしてたの、あれ生存者ってことなのか。そういうことか。それ言って。物資の7割がコイドロに落ちるなら、そこから移動し始めれば最初にアイスキル可能性高くなるわ。なんだかんだ目標地点に来たね。ライトのトラップを作動って今出たんだけど、ん、これ、こっちってすると敵が一応集まるって感じっぽいけど、あんまり今は恩恵がないなこのセーフティーハウスをちょっといいのかな。安全な場所に待機して、ほとんどの物資がそのエリアに落ちてくるようだから。
片っ端からトラップ使っちゃってるけど、どうなんでしょうこのトラップ変に使わない方がいいんだろうか、わからないな。ライトのトラップの効果がいまいちわかるようなわからんようなって感じのねちょっとね把握できてませんね。投下物資がどれ、未開封、どれどれあの赤いやつ、これピッキングすることになってるし、これじゃないな。黄色いマークは、黄色いマークはこの下じゃない。あーちゃったキックで粉砕、なんかめっちゃ吹っ飛んでった。ガサゴソ15円、祝ない。あ、これかな、これだわ。空っぽ。あ、またまた投下物資、早い者勝ちって感じか。今の見た？残念ながら別のエリアに落ちたみたいだけど十分近いわ。誰かクリーマーに早く向かって。ジェイドさん人使いが荒いですね本当そんなイメージがもうバリバリつきましたよ。最悪、いいやつらと争うことはやめて。二つ目見つけるのよ。発煙筒から煙が出てる投下物はすぐそこよ。戦うなと。二つ目の投下物資、物はとりあえずもらっておきましょ。へい、このキックめっちゃ吹っ飛ぶな。強烈なキックだな。陸上選手のキックを舐めてはいけない。まもなく日没や。もう戻って、行ってと言ったり戻ってと言ったり。もうすぐすっか、大丈夫大丈夫らしい。この辺に投下物資、うん、確かにモワモワ、めっちゃモワモワしてる。うわー、音を立てるとき凶暴なバイラルがやってくる、気をつけろって言われても、着地視点見てる余裕がもういっぱいいっぱいすぎて。あったー、ガスガス一蹴りでゾンビ2体が吹っ飛んでいく。もうパイプいらないんじゃない、鉄パイプいらないんじゃない、もうキックでいいんじゃないこれ。ポーチもらった。いや、難易度 EG で助かるね本当に。お、今度は物資いっぱい詰まってる。まずは GR2 E2 連絡かな。アンティジンを回収する。いいぞ、これで次のステップに移れるぞ。今度はライズに注目するんだ、よく聞け。我々のターゲットはライズでほぼ間違いないだろう。だからアンティジンを見つけたら処分しろ。薬を処分しろって、怖い。そうすればライズと交流せざるを得ない。ブレッケンの指揮下で大使としてコンタクトするんだ。しかしこいつを必要としている人たちがいるんだぞ。我々は大義のために動いてるんだ、それを忘れるな。GRE やっぱりきな臭すぎて、うさん臭すぎてやばい。絶対アンブレラでしょ1個だけ拝借って感じ。あーもったいない、あー大量の薬もったいない、あーひどい。ジェイド落下地点到着した。アンディジンはないっていう風に言わないと。ない、なんで。最悪、分かった戻ってきて。気をつけるのよ、ボラタイルが活動し始めたから見つからないように。ボラタイル聞こえちまったようだ。ゾンビの派生系の敵ってことかな。あー、なんかいるいる、強化型ってことね。でん、バイオハザードで見たバイオハザードで見た、ああいうドドドド走ってきた。逃げろー。口元がモシャモシャしてる感じがね、ちょっとね、バイオハザード5とか4とかあたりにいるやつだね。
そして後ろからガスガスやられてるらしいよ。なんですか、なんですか、いつの間に食らったんです。それはもうバイオハザード、死亡しました。なんやねんどういうこと。え、捕まって連打間に合わなかったら即死判定ってこと。頻繁直線的に逃げるんじゃなくて視界外れながら逃げろといっても、 FPS でそれをやれというのが難しいな。後ろを確認しながらと言うけど、ここはどこ、とりあえず開けるけど、ここはどこなんか三角ボタンでくるっと後ろ振り向くって書いてあったけど、それしたら自分がどこ行ってるのか分からなくなりそうな気がして。スイーツ今食べた、取った瞬間食べた。こっからお家戻るの大変だ。そういえばなんだかんだ初めての夜だもんね。夜はあんな怖いやつが、即死かましてくるやつが出てくるんだよってことか。また食べた、バクラバ。さっきイベント的に強制に見つかったけど、今一回死んだから、ああサイバーセンス使えばおぼろげに位置が分かると。ステルス生徒、私の大の苦手なステルスを要求されているやべえ、 FPS でステルスなのも難易度高いね。もう一回サイバーセンス、うん、あそこにいる。これ普通に歩いてても見つかるのかな。てか各地にいるね、いっぱいいるね。ボコ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 、なんか来た、なんか来た。そいつに見つかってないのに違う答えに見つかった。なんで、いっぱいいるな、いっぱいいるな。長押しで振り返る。うん、やっぱ自分の走ってる場所分かんなくなっちゃう。そっちじゃないんだ、そっちじゃないんです、そっちじゃないんです、そっちじゃないんです。よいしょ、こっから出るのも大変なんだけどあ、とりあえず巻いたっぽい。追跡をかわしたらしい。スル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 、普通のゾンビもいるし、強敵タイプもいる。そしてなんかまた見つかっているらしい。ヘイ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 、ダメだこいつら勝った。うんうん、何が何やらわからない、何が何やらわからないゾンビを蹴っとく。回復、もう最短距離で行きましょう。もうついせきをかわしたらしい。後ろ向いてる余裕がないです正直で、ここがお家。ああ戻ってきた。夜間のゲームプレイ、もらえるポイントは2倍だけど、まあ敵が強いね本当ね鉄パイプでボコボコ殴ったんですけどね、めっちゃ硬いね。難易度イージーでもこれだよ。無事に戻れた。ブレッキーにとっても暗闇で走るのは楽な仕事じゃなかっただろう。
彼に報告してアンティシウムもないことを伝えなければならない。みんなに嘘をつくのは辛いが、 GRE は大義のために燃えているのだから。大義っていうやつほどうさんくさいものはない。